アレックスの一日アンバサダーに就任しました。森かすみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は韓国コスメのイベントということで、韓国語でもご挨拶いただけると伺っております。はい。えー、アニャにスんせよ、ちょぬん、森かすみら、ごはんだ。おお、ロッケー。 에, 많은 사람이 앞에서 어, 한국어로 얘기하는 게 처음이라서 아주 긴장됩니다. 오늘은 저도 유익한 정보를 올리려고 어, 합니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 森さん何とおっしゃったんですか <laughs> あのこんなにたくさんの人の前であの韓国語を話すの初めてなのですごく緊張します今日はあの私も有益な情報を得られたらと思いますよろしくお願いしますというふうにお話しましたありがとうございますいつ頃から韓国語を始められたんですか。何がきっかけなんでしょうそうですね,ね始めたのは1年弱ぐらい前で私はトゥアイスがすごく好きなのであの彼女たちの 言っていることを理解したいなと思ったのがきっかけで韓国語とか韓国の文化とかコスメに興味を持ち始めました今日は韓国コスメ中でもコスアレックスのコスメについてたくさん魅力教えていただければと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします韓国にはもう何回か行かれたことはあるんですかそうですねあの韓国はすごく好きなのであの月1ぐらいで あの韓国行ってますし月<一>はいそうなんです <laughs> あ,の、まあ個人的な事情にはなるんですけど妹が韓国に留学してるっていうのもあってあの妹に会いに行くっていう意味も込めて月1は確実に行ってます月に行く時もあるぐらいですね本当にかじゃあかもじゃ韓国語も先ほど韓国語で挨拶してましたけども、はい、結構もうペラペラにいやいやいやまだまだですねもう全然 まだまだ勉強中っていう感じなんですけどあの、もうもっとペラペラに喋れるようになりたいなとは思ってますじゃあ、さほど喋った程度はもう喋れるあれはカンペ見て喋ったんですかね <laughs> かかカンペ見てないです、実はあ,あれも普通にですよね <laughs> はい、普通に喋りましたじゃあのぐらいは喋れるんですね、じゃあ実際ねうん、はい、はい <laughs> 頑張ればいや、す,いやすごいと思いますよ、<laughs> 実際 <laughs> ありがとうございます